どうもこんにちは C コンパイルをを作るの続ききめていきます今日は前回の続きでちょっとリターン文を作ったんですが最後のテストがうまく動いていないっていうところで終わったんですがちょっと私の理解不足でですねえっ、ー、とこれですねこの NT リターンのこのプリント文を書かないかったんですけどもこれ必要だという話でしたでレッドっていうのが C 言語でいうリターン文なので、レッドが出てきた段階でもうここで処理が終了するっていうことになるので、えっと、私の前回の理解だと、メイン C でレッドしてるから、最終ここまで来ればいいと。なので、えどうだ、ジェンですね、コードジェンの、どうだ。 nd リターンが出たタイミングですね。このタイミングでもうこのジェンだから、よいしょ。ここですね。これ、ジェンで nd リターンコードの中に nd リターンが入ってたら、もうそれ以降処理しないっていう風にしちゃえばいいんじゃないのと思ったんですが、そうではなくて、ただただ単純に、このジェンの後に、これを書けば、レッドするので、以降処理は書かれるんですけど、 それは無視されるという動きになるということでした。なので、これ書き足しましょう。えっ、ー、と、pop の r x n l ですね。で、printf の move の rsp に rpp を書き、書いて、printf で RBPNN N よいしょとプリント F で最後にレッドをするとよいしょこれで OK ですねでこれでメイクテストしてあげれば最後のテストもうまくいくはずですね OKOKOK、OK OK OK、うまくいきました ということで、これでリターン文完成ですね。で、次に行きます。コラムは、うんと、無視でいいかな。文法の階層正規表現の話なのかな。一旦飛ばします。えっ、ー、と、1973年の C コンパイラーということで、次の章が始まってるんですが、これは読み物なのかな。 初期の C の形、C の歴史をそのままなぞっているっていう風になんか作ってる、作ってたらしいです。だから型がないとかそういうことなんでしょうね。あ、型ないわ。型も、えっ、ー、と、リターンのモドリッチもない、モドリッチの型もないし、えっ、ー、と、あ、変数宣言はあるんだ。変数宣言はあるけど、X ターンってこんなところにあるべきなのかな。まあ、そんな感じになってると。なんか そうですねなんかスクリプト言語みたいな書き方になっているぞという感じですねちょっとここは無視でいいかなはいえっ、ー、とまあ昔の C コンパイラーっていうのは初期ですね初期の C コンパイラーは 9cc に類似した点があって、まあ、それを 9cc の方でこれまでの流れであの徴収してたということですねでもう一つコードの例を見ましょうと そのコードは渡された文字列を性的に隠された領域にコピーしてその領域の先頭を指すポイントを返す関数です。これはつまり、つまりこれは性的な領域を使うストリートアンプのような関数です。うーんと、あ、これか。あはいはいはい。コメ P ね。ポイントは、えー、とこれで表すようにしてると。 ほぼ同じものだったんですよね確かだ,だったというかだという認識だったんですけどえっ、ー、とこう絶対なかったですでアンドアンドやオアオアっていう演算手もないですとああなるほどアンドとかオアっていうのが if の中だと論理演算になるっていうものだったんですねこれは一等演算になるんですけど えとプラスイコールはなくてあ、イコールプラス。はい。エクリメントされる。うん。はい。まあ、いろいろな違いがあったよということですね。えっ、ー、と、古いソースコードを見ると C の一部の分けにくい文法がなぜ現在の価値になってしまったのかを推測することもできると。まあ、この辺は読み物なんで飛ばしましょう。エクスターンとかねあの、なんかそんな感じのやつが。 あるけどもいろいろいろ上いろ国折があって今の形に落ち着いてるんですということでしょうかはいまあいいやでコラムもうんと飛ばしましょうかなんかここは読んだ方がいい気がするんですけどえっと3つのルールこれ多分守ってやってると思うんですけどえっと時間どの部分が時間空うか予測はできないんで えっと、それがどこにあるか分かるまではボトルネックの場所を推測してパフォーマンスハックしないようにしろと。愚直につけるってことですね。で、えっ、ー、と、最適化しちゃいけないよと。計測する前に。してから、その部分を見つけ出して、そこだけやれと。いうことですね。はい。えっ、ー、と、凝ったアルゴリズムは、n が小さいときに遅く、n は通常小さい。あはあは、なるほど。n が、まあ、 アルゴリズム使うにしても、ちゃんと要所要所で使えばいいよと。だから、短い、すごい短い、自己くらいの配列を相当するだけだったら、バブルソートでいいじゃねいかみたいな話ですね。えっ、ー、と、こういったアルゴリズムは、単体のものよりバグになりやすく、うん、そうですね。はい。データこそが重要と。正しいデータ構造を選んで、データを重く表現することができれば、 そうですねアルゴリズムは地面になると。かデータ、ストラクトの定義がめちゃくちゃ大事だと言ってますね。確かにそれはそうです。データ中心に考えた方がいいってことですね。なんかこの辺の考え方がオブジェクト思考で薄,薄れてはいないと思うんだけど、なんか若干曖昧になっちゃった部分があるんじゃないかなと個人的に思ってるんですけど、どうなんですかね。はい、で、ステップ12。よし。やってきた。専用項文を足していきます。あこれ以降の書は。 執筆中なの、はあ、なるほど。あら、そうなの。<laughs> あ、そう、そうか。えっ、ー、と、if, if, else。えっと、if, else, file, for といった制御区分を追加します。でア、アセンブリそのままコンプレスする場合は比較的簡単なんだ。えっ、ー、と、アセンブリには C の制御区分に対するものが存在してないので、 分岐命令とラベルで表現されると。だから GoTo 分ですね。分岐で GoTo を抜けるかどうかっていうので If 文ができていて、あ、GoTo じゃないか。えっ、ー、と、次のラベルに行くみたいなことが。えっ、ー、と、で、GoTo でど,どっち行くかか。で、IfElse ができると。で、File は下でか、下か、下で File の条件を見て、えっ、ー、と、 正だったらもう一回戻るっていうような形でやるってことですかね。4分もまあ似たような感じでしょう。えっ、ー、と、制御部分パターンに従ってコードを生成するだけでいいと。で、制御部には do ファイルとか go to とか continue とかブレイクあるけども、まあとりあえずは if とか if else file for. ファイルも、えー、とブレイク continue がないファイルですね。4も一緒。っのを作ればいいと言ってますね。で、えっ、ー、と、if フ i l e 方を加えた新しい文法がこれと。いうことで、ステートメントにこんなのが追加されますね。二つ、三つか。はい。で、エクスパー、ハテナを読み取るときには、ワントークン先読みして、次のトークンがセミコロンならばエクスパは存在しない。あ、これか。ということにして、そうでなければエクスパを読むというようにすればよいと。だから、この、この辺は、 えっとカンマで飛ばせることができるのでフォーのカンマカンマですねちょっと書くかえっ、ー、と「ホワイル」でこう書けんだっけ「ホワイル一って書かなきゃだめ。でフォーのまあこれと一緒なんでまあこの書き方をちゃんとサポートしなさいってことですね はい。で、4をちゃんと書くと、4、int, i イコール 0, i, 10, i プラプラみたいな感じかな。はい。初期化して、条件で、えっ、ー、と、1回の4分ごとに動かす、えー、実行ですね。i が1ずつ足されていくということで、10以上になるまで動く。10以上。十、十以上。うん。<laughs> はい。 ま、10回回るやつですね。はい。で、えっ、ー、と、if a, b っていうのは、次のような、アセブリにコンパイルできると。で、pop で rx して、えっ、ー、と、a をコンパイルしたコード、スタックトップに結果が入ってるはず。あ、a をコンパイルしたコードがまずここにあると。まずここで gen が走るわけですね。で、えっ、ー、と、pop rx で、a のコンパイルしたコードの中身の、あ、自己結果を取ってきて、えっ、ー、と、rx とコンプすると。 で、0だったら、えっ、ー、と、j, e ですね。イコールだったらば、連度 xx にとぶ、うんと、0だったら、これがフォールスなのかなそっかそっかそっか。えっ、ー、と、f 分は、非0だったら、えっ、ー、と、true になるってことなんで、えっ、ー、と、0だったらば、えー、もう、エルスの方に、エルスじゃないんだけど、こっちに行っちゃうと。で、b はやらずに行くと。 で、そうじゃなければ B をコンパイしたコードをそのまま実行をかけるっていうことですね。はい。あそういうことですね。こう、こうなると。えー、JE が go to end、end で、end に行っちゃうとで。そうじゃなければ B をやりなさいっていうことですね。はい。OK、OK。で、XXX は、これですね。投資番号などにして、すべてのラベルがユニークになるようにしなきゃいけないっていうことですね。これ、ラベルなので、 えっと、ネストとかって概念がないから、全体で1になるようにしてあげなきゃいけないということですね。はい。で、if、else 文はこうなると。で、コンプレーシしたコードがあって、これが条件ですね。条件をポップしてきて、で、コンプしますと。で、j, e だったら、えっ、ー、と、else, x, x, x.else ですね。c を 実行したココンパー,ードに行くとでそうじゃなければ、えっと、そのまま下に行くんで B をコンパイルしコードでやって LN で XX に飛ぶとだ C を飛ばして次に行けってことですねはいなるほどなるほどで、えっと、つまりこうなるということで、えっと、正しければあー A が0だったら if 分成立しないので else に行くと でそうじゃなければ B を実行して、えー、と C を飛ばさなきゃいけないんでエンドに行くってことですね。はい。で、If を読むときは1トークに先読みをして Else があるかどうかをチェックしなきゃいけない。ああ、なるほどそうだね。確かに。で、If、Else。ないときは Else のない If 文としてコンパイルする必要があるので、どっちかにしなきゃいけないってことですね。これかこれにしなきゃいけないんで、 エルサがあるかどうかを先読みしなきゃいけないということですね。で、ホワイル文は、こうなりますと。えっ、ー、と、ビギンがあって、えぇ、ー、if か。あ、なるほど。えっ、ー、と、if のちょっとぐるぐる回す形か。そうですね。b を回して、基本的に b に行くんだけど、0になった時だけ end に行くということですね。はい、簡単。で、フォ r 文は、 A をコンパイルしたコードをまず吐き出すと。これ初期化なんでそうですね。で、B をコンパイルしたコードがここですと。うん。で、B は条件式になるから、ここが大体、IF と一緒ですね。え、コンプして、えっと、イコールだったらば終わり。そうじゃなければ、下に行くと。で、D を先にやって、C をやるんですね。で、えっ、ー、と、 まず戻ってきてで B をもう一回実行するとで B を実行した結果えっ、ー、とコンプしてえっ、ー、と合ってるかええー、一致判定してええー、トゥルーだったらばまた D をやって <laughs> C をやると、うん、まさに一緒ですねはいそういうことをやるとやればいいということですねはいそれがこうなるということで、えー、これを順次実装していく 形ですね、えー、ともうちょっと下まで読もうかなえっ、ー、とえっ、ー、とコラムは飛ばしてあうんいいですねステップ13のブロックというところまでいけるのでこれかなり長くなりそうだけど if から実装していきましょうえっ、ー、とこれ次回から if, if else, while, for の順番で実装していこうと思います。if ができれば、あとは応用になるので、サクサクいけるとは思うんですけど、どのくらいかかるか楽しみですね。はい。ということで今回は以上、次回お楽しみにチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。